僕がですね、純粋だった頃、もう動画やってたんですよ。自己満でね、本当に。で、今ちょっとこう、ある程度ちゃんとしたね、動画作れるようになってきて、まあ、まだまだなんだけどね。まあ、その時の動画を、見返そうかなと思います。恥ずかしい。まあ、ちょっと今深夜っていうか、まあ、深夜。11時なんで、まあ、深夜っすね。はい。深夜に撮ってるんですけど、まあ、深夜に見返すのが一番、こう、ノリもね、いいかなと思って。まあ、通常の時だったら俺弾くから。弾いちゃダメじゃん。自分の動画に対して。昔の動画たちをね、ちょっと見返そうかなって思うんですけど、そうですね。一回 TikTok とかでも、ほんとちょこちょこやってて、まあ、今はね、動画消してるんですけど、まあ、っていうのを、今回は見たいと思います。お願いします。インカメでやってっからね。ちゃんと行こう。いきます。まずですね、僕の YouTube、僕の個人的なね、アカウントで使ってる YouTube の Apex のあるあるを上げてました。そのあるあるを、まあ、今回は見ようかなって思います。まあ、実質初公開みたいなもんだよね、皆さんには。まあ、とりあえず、第1回目、Apex、また機会があればよろしくお願いします。は、9割、もうやらない説。はい、これもあるあるですね。皆さんどうでしょう？ Apex やってる方。これはそうよ。だって、Twitter でやるよ。あ、ありがとうございました。じゃあ、また機会あれば、はい、お願いします。失礼します。トゥルドゥン。やんない。絶対ねえから。まあ、っていうのをあるあるにしてやりました。はい、見ましょう。じゃあ、ここら辺で終わっときますか。終わっときますか。んですそうね、ですね、時はい。間。じゃまたなんか、機会があったらよろしくお願いします。よろはい、しくまお願いた、します。ぜひ、はい、お願いしまはす。い。はい、失礼しま失礼します。いや、そうなんだよ、失礼しマジ。まこれ、よくある。絶対やんないよ、こいつ。っていうのを、作ってました。喉痛い。これはもうあるあるっすね。うん、やってることもわかると思うけど、これは相当のエペをやりすぎたら、こうなるよっていう。ごめんなさい、頭回ってないっす。まあ、エペやってればね、結構誰もが通る道なのではないかなと。知り合いとかね、今日は新鮮な感じで、全く知らない人とやろうっていう時に、これがよく起こります。結局知り合いっす、一緒にやるの。っていうのを、この1本の動画しました。これがまず1個目っすね。まあまあ、当時にしたらなかなかやんじゃない？結構、技術力も高いんじゃない？まだ。というか、続きまして、エペックス、奇跡の 1V3 を勝ってしまい、緊張により蘇生の時無言のやつ。これあるある。勝った時、この手が揺れちゃうやつね。行きましょう。あ、ごめんなさい、ダウンしちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ダウンしちゃった、ダウンしちゃった。強い。すごい、孫。ナイス、ナイス、ナイス。すごい。なんでそんなにできるんですか？危ねえ、相手下手でよかった。あ、まあ、結構、キュッとしてね。ショートっぽい、ショートっぽい。まあ、っていうのが二つ目。それではですね、三つ目行きましょう。エイペックス、チャンピオンにいちいち反応するうざい奴ら。これ結構反感買うんじゃないですか。当時俺、動画見てた時、これだけちょっと反感があって、反感買っちゃって、なわけねえだろ。っていうのはめちゃくちゃあった。このチャンピオンに反応するっていう会話が楽しいって人もいたら、らしいんで。俺全然違うけどね。あ、俺反抗するよ。さあ行きましょう。懐かしい。チャンピオン、爪痕とラブハンだ。ちゃんと三役やってる。マスター言ってんの。そうですね、ちょっと強そうですね。ラブハン欲しいな。なんなんこの動画。まあ、っていうのね。まあ、これが4つ目、3つ目だっけ？今何組だっけ？え、忘れちゃった。3つ目だ。まあ、結構1人3役、声もねちょっと変えて、女の人と男の人とやってるような雰囲気、僕実際にやりました。でも俺結構チャンピオンに反応するのあんま好きじゃねえから、やったっすねー。でも反感勝ちった、当時。ごめんなさい、皆さん。さあ、4つ目。突如、野良で行われるジャンプマスター上等大会。これはね、毎回あるよ。エイペックスを題材とした、これもあるあるすぎる。こうやってジャンマス待つじゃないですか。俺来たみたいな。いや、あげるあげるあげる。また俺みたいなのを題材にしました。どうぞ。俺がジャンプマスターだ。どこ行く？はい、あげました。僕がジャンプマスターだ。あげて。かっこいい。私がジャンプマスターよ。ついてきて。俺がジャンプマスターだ、ブラザー。僕がジャンプマスターだ。かっこいい。レベル2だ。航空ウェイブは見つけてみなさい。ブラザー、またあったな。くだらな。これは結構ね、いい感じにできたんじゃないかな。当時の俺にとってはね、これ再生回数37回。ショートは消しちゃったのか、俺。あ、まあ、だけど37回ってんだ、何回やで。37回って30たす4たす 3？ 最近エペやった。やってないんすよ、あんまり。やれてなくて。まあ、でもこれ結構あるあるじゃない？今でも。当時はシーズン9かな？今シーズン 17?18?10? 忘れちゃったけど。まあ、これは変わんないでしょう。この浄土大会。さあ、続いて、エイペックスあるある。ジャンマス渡されるまで携帯いじってしまつぶすやつ。これはいいんじゃないかな？うん、行きましょう。なんか結構周りでもエイペックスやってる人いるんすよ。結構多いですよね、最近人気ですもんね。I'm your jump master. This time. どこ行きます？これ。あ、適当に。あー、これすげえ自然。超自然じゃない？これ。え、ちょ、もう一回やりましょう、もう一回やりましょう。え、クソ自然だった、今の流れ。なんか結構周りでもエペックスやってる人いるんですよ。スマホいじってる感強いね、ちゃんと。どこ行きます？これ。あ、適当に。ああ、これいいわ。あれ、これいいな。あれ？やっちゃう？あ、これうまいな。ちょっと自分なりなんですけど。映像っていうかね、編集は、今の方がうまいかもしんないんだけど、これ再現度クソ高い。あるあるにしては。続いて、ロビー解散後、
直でベッドにインするやつ。これ俺っすね。俺かなと思ったら、結構コメント欄とかで、あ、俺もだみたいになって、あ、よかったと思ってやりました。どうぞ。じゃあまたしてやります。はい。そうっすね。時間、あっさりな。明日9時とか。はい。いいっすか。あ、じゃあそんぐらいでいきましょう。ありがとうございます。明日ね。じゃあまた明日。はい。はい、じゃあまた、はい、失礼します。はい、失礼します。はい、からのこれ、ここっすね。部屋。ここ。今ちょっと位置が違うけど、ここっすね。はい。これ当時の俺を再現したら結構いたって話ですね。うん。これ大丈夫か、ここの動画。もうただの俺あるあるになってない。大丈夫。さあ行きましょう。エイペックスあるある。気合によって、エイペックスあるあるしかやってねえの。そっか、当時エイペックスのあるあるしかやってねえんだ。動画出してねえんだ。それはこのチャンネル、ちゃんとやり始めてからが、ちゃんとした企画とかやってたから。そっか、あるあるか。まあ今でもあるあるやってたからね、ちょっとね、エイペックス。気合によって戦闘後に来る、漁夫北コールが熱くなってしまうやつ。あー、これはまああるあるじゃない？結構こう、戦いが熱くなってきて、その中のコールが熱くなっちゃうってやつ。これもエイペックスあるある。起きたの、起きたの、スーツだ、スーツだ。いや、出た、出た。あ、結構、サイヤン高えな。なんか音。別々で出てきてる、別々で出てきてる。オッケーオッケー、分かった分かった分かった。別々で出てきてる。やばすぎる。あー、まあまあまあ。ショートっぽいね。3秒 ?4?11 秒か。短っ。なんか、あ、わかるんですよ。あるあるなのわかる。でも、あるあるすぎて怖いっす。あの、王道すぎて。あの、当たり前すぎて、これあるあるにもなんない。なんなら。っていうのが思った感想っすね。誰俺。あ、でもこんなん作ってたか。もう、まあ、ほぼ黒歴史だよな、これ。当時、学校のやつにバレて、いじられてましたね。いじられした。見られて嬉しいことに越したことはないから。さあ続いて。お、これ企画っすね。エイペックス、まさかのスパルジェでクナイ引いた時の素人の反応。あ、これいいんじゃない？この動画の題名。画質が悪いなぁ、それにしても。うん。そうだね、これ、課金してた時ね、ちゃんと、エイペックスに。音うるせぇな。懐かしい。これスパルジェ出たんすよ、これ。いや、これちょっと嬉しかったな。スクショもした、スクショもした、スクショもした。やった。それじゃあ、いただきます。当時の俺くんじゃん、これ。おー、くない。くない。レッツゴー。あ、いいね。きたー。懐かしい。これ嬉しかったな。今なんか持ってるのが当たり前になっちゃったけど。えぐい。懐かしい。やっば。ということで、初触り。若いな。くない。若い若い。ゴー。何年前これ。ああ、くるんくるんか。うわ。今の俺が言うことじゃないかもしれないけど。若い。まず見るか。懐かしい。モーションは。モーション少なめで。お、回せる。なんか英語でやってんな、お俺。マジこれ今一番欲しかったのだから、くないが。設定が。いや、懐かしいこのモーション。どれ出た今。ゴミみたいなモーションしかなかった。あ、これかっこいいね、やっぱ。そうね、やっぱこんなもんか。少ない。そうそう、少ないんだよ、モーションが。でも、モーション超少ない。これがいいんだよ。そうそう、これが。これがいいんだよね、そう。わかる。わかる。マジでわかる。それがいいんだよな。あ、いいね、このくるくる。くるんたまんねえね。これでご飯3杯いきます。おう。え、そんな締め方？ちゃんと最後のオチっていうか、締めるところとかないね。さあ続いて、切り抜き、2チャンネル創設者のひるゆきさんを切り抜いてみた。これ俺っすね。俺ひるゆきさんって、モノマネっていうか、当時切り抜きが流行ってたから、2011年か。2年前か。2年前そうか、切り抜きが流行ったの。っていうのを題材にして自分で作ってみた動画です。19歳大学生。最近付き合ったばかりの彼氏と早くスパチャも自分で作って。理由は彼氏が私に対して返信マイクはね今もこれなんですけど、そのようになりました。ひろゆきさんならどうしますか。別れてください。まず彼女は付き合ったばかりというか多分1ヶ月も付き合ってないわけで、中身クソ薄いんですよ。早くも喧嘩をしてしまったと。で、理由が理由なので、まあ、彼氏がまあ服は似てんな、謎に。まあ別れなくていいんじゃないかなと思うんですけど、僕が思うに返信が遅い。しかもこれちゃんと反転してるから実際の映像っぽいんですよね。実際は逆だから変なんだけど、反転することになってひろゆきさんの用事は何も気にちゃんとして画角っぽいね。自分のことだけを考えて髪もちゃんとこうやってやってるし、行動する男ってクソなんですよ。いや、あの僕の知り合いに死んだ魚の目してるカットしてないんだおっさんがいるんですけど、その人って奥さんがすごい優しい人で、あんまりカットしないんだよね。で、僕が思うに
そのヒゲをヒルこんなんやんねんって。はこのしっかりとできていると。なので僕は分かれると思います。はい。23歳に、うん、これずっと見ても同じことだね、うん、これスキップ。さあラスト来ました。これが最後の投稿ですね。あの当時の俺のソラ参戦スマブラの参戦ムービーに俺いてもバレない説。これもう神企画作ったなぁ。当時はスマブラにハマった時ですね。まあスマブラのね、よくある海外の反応ってやつですね。海外の反応の中に俺がいたらどうなるのかっていうのを動画にしました。見ましょう、行きましょう。Yo, is it soccer? I'm not sure. I can't take this anymore. This is looking so bad. うん、これソラ参戦ムービーですね。スマブラでソラが出る時の参戦ムービー。Flames of disaster. めっちゃ笑ってる。結構前置き長いね。It's master hand, isn't it? こちらのキーブレードですよ。俺いる。うるせえ。いや、分からん。これ分からん、俺。They're really making this feel like it's fine. 俺だ。おかしい、おかしい、なんだ俺。